関口氏成を流祖として、氏成の皇帝、渋川伴五郎は、元禄年間、江戸に道場を開いておりました。肥後藩士、伊沢長秀は、江戸で居合の技のみを治め、肥後に伝え、大いに普及したと伝えられております。細川藩の武術指南であったので、肥後流居合と称され、その技の豪気朴突さが、重ねの厚い肥後の刀、胴たぬきの双方に適しておりました。三代長秀は文才にも優れ、著書は多数ありますが、中でも武士訓は有名で、武士道の規範を示して、武士は領土に励めと伝えております。関口流が肥後武士の文武両面の精神文化に寄与したものは計り知れません。この流れは故米原亀男が第15代宗家を継ぎ、今日に至っております。今日は東京から来られた中山陽一大賢と長野県から林健一大賢が奉納いたします。
月間に通る。